はい、皆さんこんにちは、近江歴史文化研究所の太田です。今日は甲賀市の水口に来ています。今日は水口にある戦国時代の城とそれから江戸時代の城を皆さんにご紹介しようというふうに思っています。ここ今立っているところは今水口岡山城というふうに言っていると思うんですけども、戦国時代のお城があったところです。と言いますのはこのお城のすぐ南側になるんですけども、東海道が通っています。でこの甲賀市はご存知のように東国から来ると鈴鹿の山を越えて、そして、土山、水口、石部、そして草津とですね、東海道が通っていて、近畿地方に入る、街道が江戸時代通っていたことは皆さんよくご存知だと思いますが、戦国時代も同じで中世も同じなわけですね。それは東海道というふうに言わなかったと思いますけれども、今日大阪から東国に行くための主要街道が通っていたということになります。でこのお城はですね、天正13年という年に秀吉の家来の中村和氏という人が最初に築城したんですけども、近江八幡に豊臣秀次が城主になってですね、水口はですね中村和氏というですね秀次の家臣としてここに入るわけですね。でもう一つ沢山っていうところがあるんですけども、これは後の中山道を抑えるところなんですが、そこには今度は堀吉治っていう人が入るんですが、要するにその東国とそれから近畿地方、東国っていうのは、おそらく東海地方にまだ徳川家康がいましたんで、徳川家康を意識してのことかもしれませんけれども、その東国とそれから近畿地方の入る道筋の2つの大きな道筋、東海道とそれから中山道ですね、後の東海道と中山道というふうに言われますけども、それを抑えるため、しっかり監視するためのお城としてここに、水口岡山城が作られたということになります。ですからこのお城はその街道との関係が非常に重要になってくるわけです。その5年ほど中村和氏は城主をやってたんですけども、その後今度は増田長盛というですね、豊臣の御奉行の一人が入りますし、また5年ほどして今度は夏川正家というですね、やっぱり秀吉の御奉行の一人が入るというふうに、豊臣政権としてもこの水口というところを重要視していたということが分かると思います。一方の沢山の方には有名な石田三成が入ると、これも御奉行の一人ですね。ですから御奉行クラスの人たちでこの東海道と長山道の入り口をしっかり守らせたというのが豊臣政権の考え方がよく表れていると。で関ヶ原合戦の時は御奉行はみんな、一応西軍の方についてしまったので、その時に夏川正家もですね、この城の城主でしたが結局捕まってしまって、殺害されてしまいますので、このお城も廃城になってしまうということになりますので、このお城はだから、関ヶ原合戦の時で終わりと、使われなくなると。でまた今回後でご紹介しますけど、それが今度は江戸時代には山を降りた下のですね水口城として、展開するということになってきますけども、今日はちょっと山の上の岡山城、石垣が残ってたり堀切りが残ってたり、さまざま非常にこの山自体戦国あるいは食放棄って言いますけども、織田とか豊臣の時代のことを食放棄と言いますけども、食放棄のお城の特徴がよく残っている、お城ですので、私の目から見たご案内をさせていただこうというふうに思いますので、早速行ってみましょう。はいはい、今これ殿の本丸 の西の端に来てるんですけども、矢倉台の跡です。炉台とかも言いますけど、矢倉台の跡です。でいわゆるその西の矢倉台なんですけども、で水口城のですね大きな特徴っていうのが、この本丸にですね矢倉台が2つあるっていうことなんですね。で当時天守と言ったかどうかは分からないんですけども、天守のようなものが2つあったというのが最大の特徴で、これが西の方で、もう一つ東の方にもあるんですけども、
で、ここからは河原とかも出土しているんですけども、こちらの西の方は矢川寺遺跡っていうですね、江南町にある遺跡と同じ形のものができて出ているので、まあおそらくですね、天正13年に築城された時からあったんではないかというふうに考えられています。でもうちょっと東の方にも櫓台があるんですけれども、でそれは大江戸城っていって、古世にあったお城があるんですけど、今 の高島市にあったお城があるんですけども、そのお城と同じ瓦が出ているので、夏鎌西家がですね入った時に、だから文禄4年かなに、ちょうどそのぐらいに、大江戸城が壊されたんじゃないかというふうに言われているので、その東側の櫓台はおそらく夏夏が入った文禄4年ぐらいに作られた櫓台ではないかなというふうに言われているのです。とにかくこの2つ、天守のようなものが2つあったというのが、この水口城、岡山城の特徴です。はい、皆さん、いくつかポイント、私の視点で、ポイントをこう皆さんにお示ししたいと思うんですが、ここが一つ目で太田の目です。これは石垣なんですけども、ちょっと土に覆われちゃってる部分があるんで、ここしか今出てませんけども、おそらく水口岡山城の主要部ですね、少なくとも本丸は石垣で覆われていました。中世の戦国時代までのお城は大体土造りなんですけども、戦国時代の後半、安土桃山時代っていう時代になってくる、あるいはさっき言った植宝時代っていう時代になってくると、安土城を筆頭に石垣の城にだんだんなっていくんですが、そのこう過渡期っていうのかな、有名な兵庫県の武田城っていうところも全部こう石垣です。山の上でも作られてますけども、その過渡期には主要部だけ、主要部っていうか本丸のあたりだけ石垣で覆うというですね、手法が取られるんですけども、それがこうこういうふうに本丸のこれすぐ下なんですけどね、今ね北側なんですけども、こうやってこう石垣が露出してるんですが、おそらくこうこの本丸全部が石垣で覆われていたというふうに思います。だからその戦国時代からこう江戸時代になるんですけども、そのちょうど中間の過渡期の形態を示すという意味では非常に貴重なものだというふうに思っています。で例えば沢山城なんかも同じですね、やはりその主要部だけおそらく石垣で、築かれていたというふうに、思います。そういう意味ではここぜひ皆さんに見ていただきたいポイントになっています。はい、この水口岡山城には、この城の入り口であります小口、虎の口って書きますけども、さまざまなパターンが見られるというのが特徴です。でここに今ありますのが平小口というものでして、下からこう階段でこう上がってきてですね、単純にまっすぐ入るという構造です。これがだんだんこう食い違い小口ですね、後で、ご覧いただきますけども、食い違い小口のようにこう、土塁がこう食い違ってて、この人がこう曲がらないと入れない入り口、さらに今度は、麓の平地に降りると枡形小口といって、これはこの岡山城にはないですが、江戸時代の水口城に後で、ご紹介しますけども、枡形小口っていうのが、出てきてですね、だんだん小口が発達していくっていうのが、やはりその城の発達の過程なんですけども、それがよくわかるというのがこちらのお城です。はい、今の本丸、伝本丸とこちらが伝二の丸の後なんですけども、そのちょっと中間にいるんですけど、ここにそこには空堀って書いてありますけども、いわゆる堀切りっていうものなんですね。堀にはね、お城の方には3種類ぐらいあるんですけども、これは堀切りというふうに言います。尾根のですね、尾根をこう堀でこう切るって言いますかね、尾根を遮断する、こういうその堀のことを堀切りというふうに言います。でこの水口岡山城では、縦堀っていう堀もですね、ありますし、でもう一つあるのは横堀っていう堀なんですけど、横堀はもうちょっと江戸時代にならないと出てこないということで、さまざまな堀のバリエーションも楽しめるというのがこのお城の、また醍醐味の一つです。
はい、石垣が見えてきましたね。さっきのこれ石垣の続きで、これ実は本丸の周りをこうぐるっと回る犬走り状のこう道があるんですけども、ここで、太田の目です。食い違い小口っていうのがここに残ってるんですよ。で、ここに土塁があって、で後ろの方にも土塁が出てると思いますけども、その土塁がこう食い違ってるんですね。まあこうやって普通に土塁が2つあって、その真ん中に入り口がある場合はこれ平小口というんですけども、これをこう食い違いに刺して、ちょっとこっちを出してこっちも出すということで、ここにちょうど四角い空間ができることになるんですけども、まあ敵はだからこれ曲がらないとこっちに進めないということになりまして、これはやはりその小口って、実は虎の口って書くんですけど、城の入り口のことなんですけども、とっても危ないところ、狙われやすいところなんで、まあ小口っていうふうに虎の口って書くんですけども、その発達の状態をだんだん小口が発達していくのが、要するに敵に攻めがたく、していくのが、攻めがたいように なっていくのが、その小口の城郭の小口の発展なんですけども、平小口よりもこの食い違い小口の方がより発達した、要するに敵が攻めにくい形の小口、入り口になるということで、そういう意味ではその城郭のですね、この発達の跡がよくわかるということになります。でさらにこれが下に降りていくと石垣になってですね、それからその楼門、門がこういうところに、まあ、ここもあったかもしれませんですけども、これが巨大化していってですね、単なるこれ平小口から姿小口っていうのに発達していく、またその一過程を見られるということで、このやっぱりその水口城のこの醍醐味の一つになってます。今これ城下町の方に降りてきましたけれども、ここ今水口小学校がありますが、実はここが太田の目です。何が目かと言いますと、ここが水口城は三つ王庭があったというふうに言われているんですけども、中央の王庭と、それから西、それから東に、王庭があったというふうに言われているんですが、これは西の王庭のところなんですね。でよく見るとこういうふうに道がこうカーブしてる、回ってるっていう、だからおそらくここに門があって、もう一つ向こうに門があるという形で升型になってるっていうことが、でここが小口の跡だと、道が今でもこういうふうに曲がってるっていうところが分かると思います。それが大手の証拠です。ですから都市の中にいろいろですね、道が曲がったり、行き止まりだったりいろいろするんですけども、それが元を歴史的に見ると、そこが遺跡だったり、なんかの跡だったりっていうことなんで、こう街の中にもちょっとしたその道の傾きとか、あるいは曲がりとか、そういうことに注意すると、ここの場合は城下町とお城の接点なんですけども、それがよくわかるっていうことですね。でたまたまですけども、ここに防立建築の建物があります。昭和3年に作られまして、水口の図書館として作られたものですけども、ですからここに来ると、戦国と、それから、近代と2つ楽しめるというですね、なかなか素晴らしい空間ですので、ぜひ訪れてみてください。水口横山城にあった3つの王庭があったと言われているんですけども、それのちょうど真ん中の王庭の場所に来てます。でここ今新しい道がこう通ってるんですけども、曲がってるあたりから、この辺りですね、この辺りにおそらく真ん中の大手の小口があったというふうに考えられます。ここから中側が城内になりまして、今あそこにお寺がありますけども、お寺とかこの両側ですね、辺りがずっと家臣団の屋敷、あるいは城主の屋敷、そういったものがですね あって、でさらにこの山の上に爪の城としての岡山城があると、お城の中と、それから、城下町の結節点になる、ところになります。そういう意味では非常に重要な場所を、さらに真ん中ですし、重要な場所だというふうに考えられます。はい、今水口の宿場の、中にあります、水口の城下町の中にあります大徳寺っていうお寺に来ています。ここは街道とか、あるいは
徳川家康との関わりが非常に強いお寺ですので、ちょっと中に入って、それを見てみましょう。はい、今本堂があって、鐘楼があって栗があるっていうことですけども、これちょうど東海道の東海道沿いにあるお寺になるんですけれども、徳川家康がですね、何回かこう都に行く時がありますけれども、そういう時に東海道を通った時にこう宿所としていたというふうに泊まるところとしていたということです。このお寺のご住職がですね、当時栄誉上人とおっしゃいまして、この初代の方になるんだと思いますが、徳川家康の書道の先生だということもありまして、まあ昔からしてたということですね。ということで実はそういうゆかりのお寺ですのでお泊まりになったということで、こういうふうに例えば鐘楼も、徳川家康から、今の鐘楼はもっと新しいものですけども、昔あった鐘楼は、徳川家康から貸しされたものだというふうに、言われますし、それから本堂のですね、正面に見学がかかってますけど、それも花鐘山、家の松の山って書くんですけど、花鐘山っていうんですけども、これは徳川家康からいただいた山号だということですね。家康の家と、それから徳川家はもともと松平ですので、松と、でそれを山号にいただいたということで、で近くにですね、近くにというか境内にですね、家康のですね、腰掛け石というのもありますので、ちょっと見学しに行きましょうか。これがですね、徳川家康が仕掛けたと言われている石です。もうちょっと実際は西の方にあったらしいんですけども、それを明治33年かな、こちらの方に鉄道ができるので、こちらの方に移してきたというふうに言われています。やっぱりその徳川家康が京都、大阪に行くために、あるいは伏見に行くためにここを通ってますので、何かの折に、座ったということはあるんではないかなというふうに思います。はい、お寺の方にお伺いすると座ってもいいということなので、ちょっと私も座らせていただこうかなと思います。はい、じゃあ座りますね。はい、はい、これでもう天下を取った気分におそらくなると思いますので、皆さんもよろしかったらぜひお越しください。水口の大徳寺の腰掛け石です。水口の町に来ました。城下町が、岡山城の城下町があったところですけど、岡山城が今そこに見えてますけれども、岡山城の城下町だった時代はおそらくここが一番西の端ということになろうかと思います。で、城下町の特徴はこういうふうに3つ、ここが1つ目ですけど、それから2つ目で3つ目というふうに、この三筋の町といって3本の横町がこう並んでるというですね、そういうちょっと変わった形をしてした城下町でした。真ん中が膨らんで、両脇が西と東がこうすぼんでるっていう、いわゆる防水型の、城下町だとして知られているところです。で、東海道はこのメインなのはこの真ん中の道になりますし、大徳寺はこの一番北側の道のに沿った形で、あるということです。で、またこれが城下 の東の端に行くと、またこの3つの道がこう一つに集まるっていうところもあるんですけれども、そういうふうになっています。で、関ヶ原合戦で夏川正家の時代まではおそらくここまでで城下は止まってたんだと思いますが、後で、申し上げます水口城、この平地に移った小堀遠州が作った水口城が できる頃になると、さらに町がこっちの西の方にずっと伸びていくということになります。そこに石橋っていう橋があるんですけども、その橋からもっと西の方に向かってずっと続いていくということで、だからこの場所から西側は、江戸時代の、町、城下町ということになっていくということです。ですから、全体からするとちょうど今真ん中、城下町の江戸時代も入れると、城下町の真ん中あたりにいるんですけども、戦国時代は西の端だったということです。
はい、東海道の町並みからちょっと南の方にあります、水口城にやってきました。後ろに矢倉の台があると石垣の矢倉の台があると思いますけども、この中が四角いですね御殿のようになっていたところです。家光が上洛したですね寛永11年の上洛というのがあるんですけども、その時にこの東海道沿いに、まあ、将軍が泊まるだけのですね宿舎を作ってですね、将軍の宿舎としようということで小堀遠州というですね、お庭とかお茶でも有名だったし、それから作事奉行でも有名だったんですが、その作事奉行を小堀遠州にして作られたのがこのお城です。つまりの将軍の宿泊用のお城ということになります。で、四角の形してまして、北側とそれから東側に小口っていって入り口があるんですけれども、まあ、北側の小口は内間姿といってこの四角い中に入り口があるんですが、東の方は外間姿といいまして、四角いお城の中の外側にその、入り口を出しているというですね2つの小口を備えているんですが、中はですねすごい復元のですね当時の図面が残ってまして、それを見るともうすごい本当に御殿があって、奥向きのところには庭とかですね、それからまあ庭を展望できるような櫓みたいなのも備えてですね、まあ、大変広大な御殿があったことが分かっています。将軍家光が、泊まっただけでその後、使われなくなるんですけれども、その後今度は江戸時代になってですね、賤ヶ岳七本槍の一人の加藤義明の子孫なんですけども、がこの水口にですね大名として入ってくるんですけども、加藤氏はここを使わずにですね本丸はですねこの今さっき作った小堀遠州が作った四角い区域の本丸はもう幕府が管理してて、幕府が管理するんでほとんどその加藤さんはそこ触れない。で、加藤氏の陣屋はですねこの北側のですね二の丸のところにあったというふうに、ありました。で、ですからそのここはそのままずっとなんか冷凍保存されたみたいにお城の跡はずっと残ってたんですけども、今は県指定文化財になってますけども、水口高校のグラウンドに今なっているということです。街道だからこそこのお城が作られましたし、街道だからこそ将軍も泊まりますし、非常に要の土地だからこそできた水口城というですね、実態は将軍の宿泊場所というものが今でも遺構がよく残っているということです。で、今さっき言いました東の出丸の、外小口ですね、外間姿のところの小口のところに資料館が今立ってますので、その中にこの水口城のですね小堀遠州が作った時の将軍宿泊用の施設を作った時の、模型とかがありますので、ちょっと見に行きましょう。はい、今の水口城、近世になってからの水口城の入り口のところに来てます。これ外間姿といって、ちょっと四角い御殿の外側に出した間姿ですね、のところに立ってるんですけども、後ろにはこの水口城のにあった櫓を模した、資料館があります。で、中には小堀遠州が作った水口城の模型とかですね、あるいは小堀遠州の関係の資料なども展示してありますので、ここも合わせてご覧いただけるといいかなと思います。今ずっとですね、今日朝から水口岡山城、それから小堀遠州が作った平地にある水口城を見てきましたけれども、これは何せですね、とにかくその水口の中心を後の東海道が通っているからなんですね。京都に入るあるいは出る要の地だったからこそ、この水口にこれだけ戦国時代、それから江戸時代にお城が作られるということになります。まあ、この辺とですね、それからその、城下町、との絡みを、皆さん実際に来ていただいてですね、岡山城に上り水口城に来ていただくと、おそらくその水口の非常に重要な役目というのが分かっていただけると思いますので、ぜひお尋ねいただけたらと思います。それからこの甲賀市ではさまざまなですねイベントとか、企画が行われますので、ぜひですね、甲賀市観光まちづくり協会の
ホームページをチェックいただいて、皆さん訪れていただければいいかなというふうに思います。それではこの水口城で、お別れさせていただきたいと思います。さようなら。